ければ、あっちで市長のインタビュジャケットがないので肩も楽ですし、その暑い時にやっぱ仕事に集中しやすい格好ということで、こういう服装することで効率も上がるのかなと思ってます。上はかりゆし、沖縄のかりゆしを着ていて、すごく涼しい素材で、とても快適です。でボトムスの方はロングスカートなんですけど、スリットが入っていて、ちょっと風通しがよくて涼しい感じでコーディネートしてみました。今後夏になってクーラーを使う時期になってくれば、ちょっとでもですね、冷えすぎないということにしていただくことによって、その省エネの効果というのが出てくると。頑張りすぎると熱中症との関係も出てきますので、無理をしなくてやっていただきたいというのが一つの願いとしてありますけれども、やはり CO2 の削減効果というのもありますので、今後とも続けていただきたいというところが一つあります。